良い配慮をした中での90分となりましたけれども、今日の試合というのはどのように振り返りますか。まずはね、ゴールデンウィークの中、本当にたくさんのサポーターが来てくれたので、本当に笑顔で返したかったなというのが率直な思いですね、はい。今日は試合前には90分、100分、メンタリティも含めたところをお話しいただきましたけれども、そういった面から見た今日の試合というのはどのように目に映ったんでしょうか。良かったと思います。で、我々がやろうとすること、それも出せたと思います。ただ、やはり、マリノスさんも素晴らしかったと思います。ここの部分のあと少しの差っていうのをね、我々はしっかりと、チームで共有してね、埋めていきたいなと思います。今日試合前にお話しいただいた攻撃面でのチャレンジのところっていうのは、1点目の岩崎選手のアシストからのあの場面とか、そういったところもそういったチャレンジしたかったところだったりするんでしょうか。そうですね、全体的には、そのチャレンジは、うまくいったと思いますし、その流れから、後半の流れになったと思いますので、非常に良かったと思います。監督は常々横浜 F マリノスとの試合は自分たちの力を試せるいい機会だとおっしゃることが多いですけれども、そういった面から見た今日の試合、あと思う一歩の差だとおっしゃいましたけれども、どのような今チームが状況にあると感じていらっしゃいますか。もちろん結果は悔しいですし、勝ち点3が欲しかったです。ただ、それと同時に我々のフットボールがどういうふうに変化していくかというところも大切にしなければいけないので、そういう意味では、そこは2つありますけれども、いい課題として次の川崎戦に向けていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。川井監督のインタビューはどのように聞かれましたか。ある程度できてた部分はありますけれども、最終的にはやっぱ決定的なところで大きな差が出たと思いますから、そういう部分で自分たちのスタイルを捨てずに、これからもよりクオリティの高いことをやっていってほしいなと思いますね。川井監督もこの、ね、試合後のインタビューでは基本的にあまり後ろ向きなことはほぼ言われないというか、前向きな発言に終始するんですが、おそらくねベンチに帰ってはまた厳しいことも、言う時もあるでしょうし、そういった意味ではね、今日の試合というのはいろいろね、また選手に注文したいこともありそうな感じには映りました、はい。